はい、5月の11日木曜日、まさのひな。ひなです。はい、行きましょう。はい。で、ピンマイクがあるのとないので、どうこのホワイトノイズをかいくぐって我々の声が聞こえるのか。ねえ。よいしょ。はい、よう。あ、静かだね。熱っ。確かに。この部屋すごい暑い。28度、ちっちゃいマシュよいしょ。はい、現在の室温は 27.8 度に、湿度は 23%。 うん、理想的な。ちょっと湿度が低いですかね。うんうん、乾いてるね。5月の11時よ。おはようございます。昨日地震あったけど大丈夫だったかな。ちら。おはよう、みんな。おはよう。大丈夫そうだ。餌ないね。いいね。あるとこをみんなで食べてる、ね。うんうん、いい感じですね。チリちゃんたちは、まだ起きてないですね。あそこに。かわいい。太陽は届かないから。うん。はいはいはい。おはよう諸君。27.2 の外側が 27.2 の 30.1。 はい、 27.2。 そう、はい。28.6 の 30.3。 はい、 いいですね。ちょうどいいぐらい。よし。はい、餌減りは良好です。みんなすごい食べてます。今のところ餌を食べないようなやつはもういなくなったんじゃないですかね。まあ、なんちょっと食が細いかなっていう。今下にいることか。下。あ、いや、ポリタンに今近い、今脇に行ったことか。5番、8番5番、8番、10番あたりが、まだちょっとちっちゃいですけど、全体的にはよく食べてる。小さい子たちも今は食べてるのか。隙間ってるだけか。特に心配だったら5番がちゃんと食べてるね。不正給餌をしてよかったのか。面白い顔だな。もう痛い。本当にもう大きい子は大きいですね。この子とか。こっちも。大きいね。首はまだ縛ってない。ないね。ああ、首が絡まった。そうして堂々になっていくんだ。融合するの。そう。そしてまた堂々のように。そういう進化。もともとあいつらは3羽だったのか。ほら、なんか虎がぐるぐる回ってさ、うん、バターになっちゃう絵本があるじゃん。あったあった。あんな感じでめっちゃ速いやつらが、うん、シャワーで走ってたらいつの間にか堂々のようになってる。虎がバター何してるの。ご飯を食べなよ。壁の外には何もないよ。めちゃくちゃ細いね。壁の外には絶望。何番ハゲてるね、君。5番か何番だ。いや、1番かな。うわ、細っ。これしかないね。うん、大丈夫。食べるんだよ、ちゃんと。気になるらしい。
白いもん。これもだ。痛い。よくつつくようになりました。でかいぞ、お前は。いい成長っぷりだ。翼はかわいい。痛いな。このまま人慣れして、みんな、手名付けられたいいダチョウに育ちなさい。ダチョウ隊を組織してみんなで走ろう。おっとか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 っと。ねえ、かわいいね。よし。満員電車に揺られていた。前とは大違いだ。はい、かわいいね。はい、おはよう、ずんぐりむっくりちゃん。あ、起きた。はい、ずんぐりむっくりちゃん、おはよう。ね、あ、すごく下向いてる。ね。さて、今日は、あら、意外と上がらないんだね。そうなの？最高気温22度。ああ、そっか。もう未だに東京の見てるわ。ああ。ZIP でも。ああ、あんまり上がらない。はい、長靴をつつくのやめて餌食べなさい。どうしようかな。何が？エアコンは切って。ヒーター今日にする？ヒーター。とりあえず今日で様子を見るかな。はい、おいでみんな。ご飯食べるよ。はい、内側の子たちの餌減りも。食ってんのか？食ってるよな。続いてる。よかったよかった。本当だ。ちょっと減ってる。うん。うん。いいですね。なんかこの人たちは CD なくても食べるよ。あ、本当？それはいい。わ、すごい音。この子プリッとうんちしました。はい、おはよう。おはようじゃないよ、もう。ダメだよ、出したばっかのうんち食べちゃう。ね、友達が出したばっかのうんち食べちゃダメだよ。餌食べない、餌を。うんち食べた口でお湯をつつくのやめて。かわいいね。ダチョウあるあるですね。よし。こいつ5番だ。ああ。前よりはちょっと体が丸くなったんだ。そんな気がするね。足取りがしっかりしてる。お前は6番か。どうつつく体勢に取るのやめなさい。今が逃げれる。今がチャンス。逃げれるぞ。ああ。今がチャンスだぞ。5番逃げろ。あのコニタンがいない日にね、うん、ダチョウ脱走したんで、あそこまで出たんですよ。動画じゃん。スタタタタって開けてたらってこと？いや、なんかまだちっちゃい時にこうやって立てかけてたら、この隙間から脱走した。いいじゃん。そう、これだかじゃん。いや、大変だ。ダチョウ脱走。あ、でもヒナでしょ。ヒナですね。朝来たらもうそうなってたってこと？え、違うよ。あ、掃除中とか。掃除中、餌とかをやっているときに、隙をついて。今なって。スタタタ。1話？そう、1話だけ。でもその子は勇気があるんだね。ねえ。外を恐れないんだ。何番だったかな？忘れてしまったが。これ掃除の頻度はどうなってるの？掃除の頻度は、あ、掃除。掃除？うん。うん。
昨日ちょっとだけやったんですけど、ここがもう汚いですね。お前顔出ていく出ていく。え、さすがにもう出れないでしょ。ね、君たち、そんなにもうちっちゃくないよ。でも今首だけ出てた。ああ、掃除したいんですけどね。でまた秘密兵器を買ったんですもんね。そう、まだお試しだけど。お試しで、はい。あ、忘れちゃった。どう、立派なうんこ。本当だ。掃き掃除をするか、そこの部分とかだけ。そうね。はい。さて、ごめんよみんな。そんな俺の足元いたら頭踏んじゃうよ。はい、ということで皆さん、携帯直置きしますので音声はおそらく入っているので大丈夫でしょう。やめて。え、倒すこと覚えないで。おうおう、ダメだよ倒しちゃね。ダメだと倒すなよ。あ、押すなよ。取れてるかね。うんちする？あ、うんちする。はい。ブリッて。え？いいね。立派なうんちだ。朝から快便だね、みんな。大事だぞ。すごい。さあ、お掃除中もね、お掃除ほうきにビビることなく最近近づいてくるんですよね。面白い。ちりとりが気になるのか。すごい、いっぱい糞がある。そうなんですよ。よいしょ。やっぱあれか、暗い方で休むかや。ごめん。あとは、おー、ごめんなさいみんな。この辺のなんか餌だまりとかでかいうんちを取りたい。ごめんよ、ちょっと頭踏んじゃうよ。危ない。せっかく、せっかく、せっかく、いや、踏んだじゃないや、仕立てのうんちがもう踏まれていた。踏み鳴らして自分たちの土地を広げていく。どうしても踏まないでください。埋め立て地。どこにさ皿置いてあったかもバレバレだよ。そうだね。あ、そこに餌だまりが。いい、あ、捨てられちゃうよ。入る入りません。どう言って、どうよ、えないぞ。すごい、信号返した。いない。そのうちモールス信号を使えるようになるのか。すごい。いやー、綺麗に掃除できるように塗りたいですね。うん。でもやっぱこれ吸うとかしかないんじゃない。まあ、でもそのうんちを引っぺがすやつ、うんうん、プラスチックだったらあまり削れないかなっていう。あのアルミのやつもそんなに目に見えては削れないんだけど、ちょっとだけ傷ついてるみたいな感じでした。はい。はい。で、あとはそっちですね。はい、みんな好きだね。長靴が。はい、コロコロ泣かないで。どこだ。あとみんなどこ？よいしょ。あ、ごめん。後ろにいたの気づかなかった。
網目に入った餌、はいはい、取りたいような、取りたいね。あ、でも最後にオールアウトで頑張ってお掃除するしかないのでしょうか。そのうち全部埋まっていきそう、穴が。あ、でも生活範囲が決まっているから餌をよく置いてるとこは埋まりそう。お値段がどこに餌を置くからね。そうだね。今日ちょっとずらしてみようか。埋め立て地が増えていく。あ、でもこの辺でいいのかな。みんなこぼさず食べるんだよ。よいしょ。こぼさず残さず食べてね。ねえ。残すと食堂のおばちゃんが怒るよ。お、中のヒナがみんな起きた。いいですね。おはよう。おはようみんな。おはよう。おはようちびちゃん。その子たちの区画を広げるのはいつなの？うん、ああ、そうですね。うんうん。明日じゃまだ早いかな。まだなんか寝てる時間が多いから。餌もあんまり続いてないし、うん、まあ続き始めてはいるけど。そうそう、今週末。今週の日曜日には遅くとも広げますかね。うんうん、ねえみんな。あ、もういいじゃん。こんなに機敏な動きがもうできるんだ。この中の子たちはもう外したんだよね。足バンドは外れてる。オッケー。あ。はい、もうダメよ、ついてきちゃう。ね、ご飯食べな。よいしょ。ぴょぴょぴょ。はい、ダメダメ、落ちてる糞を食べない。餌食べな。新兵器が来たらお掃除がもうちょっとなんだ効率化と綺麗にできたらいいんですけどね。ね。今日届くから明日から使ってみましょう。また動画撮ろう。新兵器。うん。新兵器エヴァンゲリオン。これって、はい、外に出るまではみんなこのマットの上で飼うってこと？そうだね。ってことは前みたいにガリガリするすんごい疲れる作業がないってこと？多分なくなります。わーい、うん、あれだけでもう1日分の体力持って帰るんだよね。まあでもどんな風にもっと汚れはひどくなるからどう掃除していくかが課題ですね。皆さんも何か良さげな方法があったらね、コメント欄までお願いします。すごい食べてるね。失礼します。新しい餌です。ダメだよ、ほら、ほら新しいご飯来たよ、行きな。よいしょ、ありがとう。はい、はい、ご飯食べに行きな。よいしょ。
朝ごはんは大事よ。まあ俺食ってないんだけど。これ新しいの入れていい？水、うん、入れていいです。浄土で過ごうと思って。じゃあみんな、みんなお待ちかねの水だよ。みんな好きでしょ水。野生でも親から逃げたりするのか。いやでも踏まれちゃうからね。YouTube の動画でさ、うん、お父さんに踏まれてプチってなってる。え、そんなのあった。なんてショッキングだ。やっぱないわけじゃない。なんか黒い液体がピューって。いやだ。あ、でもその子生きてるの。へえ。はい、ごめんね。丈夫だね。でも踏まれることもあるよね、きっと。うん。あ、ごめん。多分その皿は重なっている。ごめんね。はい、分裂。あ、ごめんなさい。はいはい、ごめんね。あれは血をつついてはな。飲みな、いっぱい飲みな。水はでもすごい。あ、でも今朝残ってたか。さあ、いっぱい飲んで食べて大きくなりな、みんな。本当に、あ、大盛況ですね、水が。はい、はい、人の長靴をつつくのをやめなさい。餌を食べなさい。大きくなれないぞ。はい、いい感じですね。内側の子たちも元気です、うん、水に興味を示している。頑張れ。すごく迷ってる。あ、やめた。あ、怖い。この子はずっと眠いのか。もうそうだね、眠そうですね。お、チャレンジ。行け。あ、でも時間の問題だ、これは。あ、やめて。ダメダメ。始めないで。お、こっちの子が餌をついたよ。いいね。一回だけ。いいぞいいぞ。床に凍えてる餌でもいいぞ。うん。つつきない餌を俺じゃなくて三匹にケツをつつかれてる。頑張れ。起きろ。はい、餌をつつきに行ってください。ワンちゃん、
ほら、食べるぞ、お前ら。まだ食べないで。餌つつきに行け。あっちがダメだからってこっち来なくていいんだよ。はい。という感じです。ですか。5月の11日の、朝の日なしゃの様子でした。はい。バイバイ。バイバイ。